はい、こんにちは、竹下敦です。先日ね、黒沢楽器ドクターサウンドさんで、調整していただきました、オルフェスバレーギターズ、こちらのギターになりますが、大変いいコンディションでね、調整していただきました。ありがとうございます。今回ねお聞かせするのはロマンス禁じられた遊びという大変有名な曲ですが、皆さんよく弾かれるんですが、簡単そうでいてね実は難しい曲だったりします。ちょっと弾いてみますね。非常に弾きやすいのと、あと今回ね貼っていただいたのが、低音源側に、こちらのねオーガスチンの赤、一般的によく使われる、弦ですが、それプラスね高音源側、こちらの 1,2,3 側 のナイロンの弦にねプロアルテというブランドのギターを弦を貼っていただいて、そうで、この組み合わせがねとてもバランスがいいそうです。教えていただいてねありがとうございます。私もね長年ギター弾いてますが、そのことは知らなかったので、若干オーガスチンの赤は高音源側にばらつきがあるという話も聞きました。なのでできればね、これからも高音源側にはプロアルテ、低音源にはオーガスチンの赤という組み合わせで、弾いていきたいと思います。本当にね、正直最初はね、ちょっと私には弾きこなせないんで、手放そうかと思ったんですが、大変いい調整していただきました。本当にありがとうございます。こちらの方にテロップ、出しておきますが、ぜひね、クラシックギター購入の際は、黒沢楽器ドクターサウンズ、お茶の水にございます。神保町から行った方が早いですかね。結構大きなビルの3階にございますんで、おすすめいたします。それでは竹下敦でした。